来るからツアーとか、だからツアーの日ももし同部屋とかだったら配信が多分できないから、そんなに朝とかも、朝とか昼ももできないしさ、夜も多分同部屋とかだとできないから、できる時にしとかなきゃと思ってます。よっ、だから来週とかはまだねどうなるかわからない。大阪のツアーのレッスン、まず新潟が一人部屋か同部屋かとかで配信時間も変わるかもです。よろしくお願いします。今日は公演なので公演が終わったら配信して、荷造りをしなければなりません。明日から新潟なので、やばい、キャリーバッグの用意をしなきゃいけない。そう、大阪さん公演だからね。そうなんだよね、風呂場で配信、そしたらみんなお風呂入れないじゃん、同部屋のメンバー、生活音が入るからだよ。場所問題じゃないよ、配信を毎日してるメンバーもいればそれは当たり前じゃなくてしてない子もいるからってことだよ。この前とかもメンバーと同部屋の時しなかった。トールさん、だるま、ありがとう。ね、暑くないといいよね。楽しもう、新潟。ドキドキ。そろそろ終わる準備しなきゃ。40分になっちゃうね。新一さん、お断りです。お断り。だってホテルとかはさ、もう仕事で行ってるとはいえ、もうみんなライブ終わりとかプライベートな時間なわけじゃないですか。だからさ、大事だよ、過ごしやすさは。お互いちゃんと相手を思いやらないとしんどくなっちゃうよ。こんにちは。みんなも午後から頑張ってください。 BD マンさん、カップアイスありがとう。だるまもありがとう。マー君、お断りです。たかちゃん、お断りです。NMB さんね、セップハネだ。渋谷渚さんの動画を見た、 X で当日券が残りわずかですって言ってた。羽田マー君、だるまありがとう。みんなも頑張ってね。じゃあ終わるよ。壇上読んで終わりたいと思います。ありがとう、見てくれて。公演頑張ります。はいはい。じゃあ13位から。13位、あっちゃさん。12位、こうじさん。11位、しんいじさん。10位、ぜーたん。9位、みつさん。8位、くわどりさん。7位、たかちゃん。6位ジノラゴさん。5位下吉さん。4位スプマンテさん。3位シュンさん。2位しんちゃんさん。1位カメさん。ありがとうございます。ありがとう。マウナさん、小判ありがとう。ピノキノコさん、だるまありがとう。それじゃあ終わりますよ。リハーサルと本番と元気いっぱい頑張ってきます。バイバイ。また夜。
バイバーイ。